はい、2017年の4月何日ですか、今日は12月16日ということで、クリスマスまでもう少しだということで、今日は下北沢に、今日は朝から行く予定だったんですけど、疲れが溜まって寝てましたけど、この何日ぐらい、10日ぐらい、もう12月ぐらいから休んでないから気がするんですけどね。それで、まあ、下北沢、今日は小田急線の日だということで、まあお金がちょっと1000円しかなかった、1100円しかなかった。下北沢でまで、パワー研究でした。バスに乗ろうと思ったら、バスがちょっとなかったんですよ。バス停がなかったのが残念でした。まあ、それで下北沢の、まあ、街を20分ぐらい歩いて、まあ下北沢行ってないですね、全然行ってない。まああれが、はい、118いただきます。お支払い方法を選んでください。お金を投入してください。よろしければ0が110円になってましたね。これは何効果なんでしょうか。まあ、下北沢、もう高2の時クリスマスパーティーのイベントが、イベントに大山くんといったことを思い出しましたね。なんか大山くんのなんかつてで大山くんに誘われていたという。まああの頃は何も考えてなかったですからね。まあクリスマスイベント、なんかプレゼント交換みたいなしたような気するんですけどね。若いヤングが集まるイベントで、最近そういうの全くないですけど、それで帰りに、そこの
前ぐらいに座っていた女の子2人組と2人組をナンパしたのを思い出します。なんかこの軽薄な男みたいですけどね、当時そうだったのかもしれないです。いや、その後何もないですから、ね、それでマックで一回、いや、その帰りにマックでおしゃべりをしたぐらいですけど、ね、その後は何もないっていう。クリスマスパーティーで出会ったという、ね、出会い系なんですよ。いや、そういう楽しい思い出がありますね。若い頃の、若い頃のキラキラした思い出が下北沢にはありましたねって。まあ下北沢はめったに行きませんけど、もう店は忘れてましたけど、駅前にマクドナルドがまだありましたね。あの店ですよ。あそこでパーティーの帰りにおしゃべりをしたのを思い出しましたね。いや、何もその後何もないですからね、いいんですけど。まあそういうということが、まあ受験の人はあれなんでしょうね。受験勉強してるんですかね。パワー研究をしてきたんですからね、ということになっております。さあ、今日はあまり、まあ、アクションスクリプトとかいう本を持ってきましたけど、今日は1000円だったせいか、あまり話が弾まないような気がするんですけど、特別何もなかったというね、時間が短かったせいですかね。なんか、筋トレのパンプアップみたいに、バリバリ動いてないと喋れないんですかね。昨日までこれだけで動いてたのに。そんなあれなら、すぐに消えてしまうもんなんですかね。力というのがですね。ということで、今日は失礼します。